柳島が先頭、そして選奨会でも競りかけていた3番の武井、内が5番の相川、ここは2番手が並走です。そして2番の松崎、6番の金子が続いていって、短期4番の坂本が最後方。ここでまずは坂本が動いてまいりました。残り2周回、軽く前で突っ張ったのが1番車の柳島、誘導は退避。さあ2番手争いはまだ決着がつきません。そして3番手でどうでしょう、2番の松崎と4番の坂本がここは並走となりました。金が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、2番手3番手がもつれています。さあ後ろを何度も振り返りつつ、1番車の柳島がこの辺りからペースを上げてまいりました。さあ2番手争い、内が5番の相川、外が3番の武井大輔です。ここは5番の相川が2番手しのぎ切りました。さあ1番の柳島が逃げていく、そして2番手は5番の相川守り切りました。あとは3番手、2番の松崎、さあ伸ばしてまいりますが、その後ろには6番の金子隆が続いている。4コーナーを回ってきました。先頭は1番車の柳島、最後は5番の相川捉えたか。